ガーシーシの止まらぬオワコンか筋違いの「号泣陳情」に失笑の嵐得意の暴露もなしで逮捕間近実家の家宅捜索を受け「号泣陳情」が波紋を呼んだガーシーこと東谷義和容疑者帰国をかたくなに拒む姿勢は一層自らの首を絞めているようだ 議員の資格を失った翌日に暴力行為等処罰法違反、常習的脅迫などの容疑で逮捕状が出されるも、SNS で一生帰国しない覚悟ができたと強気に宣言、しかし、24日に実家に家宅捜索が入ったと知ると、頼むからおかんは勘弁してくださいなどとインスタライブを通じて涙ながらに懇願していた。 母親を盾にしたガーシー容疑者の泣き落としにネット上では自業自得情に訴えようとしても無駄などと批判が噴出する事態にガーシー容疑者は2021年末に日本を出国するまで実家を住居地としていたほか妹名義の口座を介して動画収益を得ていたと見られています返納命令が出されているパスポートの期限は来月13日に迫っていますし 警視庁は動画制作に関わった池田俊輔容疑者と共に国際手配する方針を固めています専門家からも言い分があるなら出頭すべきといった指摘が上がっているようにガーシー容疑者に同情する声はほぼありません当のガーシー容疑者は号泣陳情以降 SNS の更新が止まっている 26日に有料オンラインサロン、ガサイルで予定されていた生配信も、ツイッター上で、ガーシーさん体調不良のため延期とさせていただきますとアナウンスされ、サイトもメンテナンス状態だ、岸田を下ろしたいんですよ、ドバイから他の政治家を挑発。 2021年末から暴露系ユーチューバーとして彗星のごとく現れ昨年の参院選では滞在先のドバイから出馬し異例の当選を果たすなど世間を騒がせてきたガーシー容疑者約8ヶ月に及ぶ議員活動では他の政治家への挑発も繰り返してきた サッカーに行ったエイベックスの松浦正人会長58との YouTube 対談では岸田首相を下ろしたいんですよと嫌悪感をむき出しにしていました一度も国会に登院しないガーシー容疑者について協議され始めた昨年末も参議院議員運営委員会の理事らの写真とともに帰ってくる日決めて何したいねんなどとインスタグラムに投稿 懲罰として課された議場での陳謝にも応じなかったため除名処分となったのは自業自得でしょうさらに選挙公約に掲げていた47個の実名暴露もすべて達成させることはなかった票を投じた人や元 NHK 党党首の立花隆氏55からは政治家の不祥事を追及するような暴露を期待されていました しかし、蓋を開けてみれば、暴露系 YouTuber の時と同じで、著名人の暴露や攻撃ばかり、YouTuber のキス動画を晒したり、真偽不明な男性芸能人のセクシャリティを取り上げたりしていました、後人の立場でありながら一般人を攻撃し続けたガーシー容疑者ですが、最近では誤報も。 昨年末に元セクシーゾーンのマリウス・ヨーさんが芸能界を引退すると報じられた際コンスペインにいるマリウスはなどとツイキャスで発言しかしマリウスさんはメンバーと一緒に長野県を旅行中だったことがグループのインスタグラムで判明したのです有料オンラインサロンもトラブル発生で免れないオアコンか 頼み」の暴露は不発外堀も埋まりつつあることでガーシーのオアコン化は目前に迫っているようだ最近では芸能界における新しい暴露もなく綾野剛さんやジュエリーデザイナーの福谷公義らを常習的に脅迫するなどした疑いで逮捕状が出されている始末です配信がストップしているオンラインサロンもトラブルが発生しているといいます 大会会をを希望する会員から、解約しても月額料金を引き落と,されたとの被害報告がなされているそうでその返金対応を政治家女子48党旧 NHK 党が担っているのです得意分野としていた暴露を披露する場所すら自ら壊しているようなものでしょう このままではファンからの信頼を失うだけでなく次第に誰も興味を示さなくなってしまうのでは絶対絶命の状況にガーシー容疑者は何を思うだろうか以下はネチズンのコメントをまとめたものですあの配信にはびっくりでした妹の口座を使っていたなら捜査の目的がどこにあるのかも自分では当然知っていましたよね 泣き落としで印象操作を図るのは止めてください金がどこから来てどこへ流れていったのか調べるのは当然です名誉毀損などは捜査の入り口に過ぎないのではと思います国内にも調査した人間や情報提供者はまだまだいるでしょうかなりの捜査員を突っ込んでいるようですからどちらにつくのか早めに決めた方がいいでしょうね 誰かが喋り出せばあっという間ですよ利益で結ばれたグループなんて最後はみんな自分だけは助かろうと仲間を売って逃げていくものですから攻撃ターゲットも誰かを必要にやるかと思えば突然やんだり不自然なことが多すぎました裏の人間たちの利害が絡んでいたんでしょうね全貌の解明を望みます逮捕は時間の問題 いただの YouTuber、票を入れた有権者を軽蔑する。人を見る目がない、面白半分で入れただけだろう。日本の警察組織を敵に回しても、勝てないだろう。言いたいことがあるのであれば、帰国して正々堂々と主張すればよいこと。ただ、外国に逃げて発信しても全く意味がない。 頭が動画している罪は罪として裁判を受けるのが人の道あまりにも情けない軽蔑するし50歳過ぎた人間のすることではない結局この男を生み出しこのような惨状を招いたのはこの男を引き入れた立花と投票した有権者ですこの男の末路はもう見えたが肝心の出発点は何も変わらず痛みも反省もない とりあえず旧 N 党とそれを操る立花だけは国民を惑わし詐欺まがいに票を無駄にせしめた罪で回答を要求する福田和子の時も思ったけど他国でグズグズすればするほど罪が重くなるんじゃない本人も示談に応じていただければそれが最良の解決策ですみたいなことを言っていたけど ここまで往生際が悪いと大事にしたくない被害者も腹が立ってくると思う裁判になっても逃げ回っていたら裁判官に良い印象を与えないしドバイに高額の金を積めばゴールデンビザの取得ができ取得後は10年は安泰という報道を見たことがあるその10年の間に SNS は閉じられ 本人には収入部門が激減すると思う次はどこに逃げるのか雲隠れするのかいずれにせよ旅券切れの期日が迫っているので本人としては寒い毎日を送ってるはずですその場その場での行動しか考えつかないガーシーは家族や他人をも巻き込み大変なことになってる状況も感じてないのだと思うさあ 今ままでののの地震の行いの大しっぺ返し返がが来来る時が来ましたね。メディアでこの方が選挙で当選したことは今の国づくり等を変えてほしい新しい風を吹かせてほしいと多くの有権者が期待したんでしょうがと言っている人いますがこんな非常識人が国づくり新しい風を吹かせるこんなことできると本気でお思いですか どれだけ大口叩いて上り詰めても蓋を開けてみれば中身のないただのしょ者しですよ。自分の言ってきたことに責任も取らない。自分の言動には自分で責任を持たないといけないんですよ。親御さんから教えてもらいませんでしたか